は数字で遊ぶよ。ここに数字を持ったアンパンマンたちのブロックがあるよ。レンジの中に入れると何になるかな。よし、やってみよう。最初はアンパンマンの1。レンジに入れて何になるかな。スタート。何になったかな。あ、見て、数字の1が出てきたよ。数字の1をパズルにはめてみよう。1はどこかな。あ、ここかな。できた。次はドキンちゃんの2。レンジに入れてスタート。何になったかな。お、これは数字の2。数字の2はどこかな。ここかな。違うね。ここ、ここも違うね。あ、ここだ。できた。次はバイキンマンの3。レンジに入れてスタート。何になったかな。あ、これは数字の3。数字の3はどこかな。ここかな。違うね。ここ、ここも違うね。あ、ここ、ここは違うか。どこかな。あ、あった。数字の3。次はコキンちゃんの4。スタート。何に変わったかな。あ、これは数字の4。4はどこかな。ここ、ここは違うね。ここは、ここも違う。どこかな。あ、あったよ。4。次は食パンマンの5。レンジに入れてスタート。変わったかな。開けてみよう。あ、これは数字の5。5はどこかな。ここ、ここは違うね。ここ、ここも違う。ここかな。これも違うね。あ、5はここだ。次はハンバーガーキットの6。スタート。何に変わったかな。あ、これは数字の6。6はどこかな。ここ、ここは違うね。ここは、ここも違う。あ、6、ここ。次は鉄火のまきちゃんの7。レンジに入れて何に変わったかな。あ、これは数字の7。7はどこかな。ここ、違うね。ここは、ここも違う。ここ、ここも違うね。あ、7はここだ。できた。次はカバオくんの8。何になったかな。あ、これは数字の8。8はどこかな。ここ、ここは違うね。ここ、ここはちょっと違う。あ、8はここだ。できたよ。次はケーキちゃんの9。レンジに入れて
何になったかな。あ、数字の9になったよ。9はどっちかな。こっち。お、できた。最後は長ネギマンの10。レンジに入れてスタート。変わったかな。あ、変わったね。これは数字の10。10はどこかな。ここだね。お、パズルが完成したよ。みんなで数えてみよう。これは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。みんなもパズルで遊んでみてね。また遊ぼう。バイバーイ。鍵パズルの中に何か入ってるみたいだよ。パズルのピースを使って扉を開けてみよう。どのピースにしようかな。これはクリームパンダちゃんだ。よし、これにしよう。クリームパンダちゃんと同じ形はどこかな。あるかな。こっちにはあるかな。お、あった。これかな。よし、はめるよ。それ。お、はまった。中は何が入ってるかな。扉を開けてみるよ。それ。ん、これはなんだ。アニアの動物の子供コレクションだ。よし、開けてみよう。何の動物が入ってるかな。これは、あれ、あれれれれ、これは動物の子供かな。わ、人間の赤ちゃんだ。次はどのピースにしようかな。そうだな。あ、これにしよう。これはカビルンルン。カビルンルンと同じ形はどこにあるかな。ここにはなさそうだな。よし、上の方を見てみよう。上にはあるかな。お、これかな。いくよ。それ。あ、はまったよ。この扉には何が入ってるかな。開けてみよう。それ。あ、これもアニアだ。次は何の動物が入ってるかな。何かな。これは何かな。じゃーん。これは何の動物かわかるかな。正解は猫。次はどれにしようかな。これ、これはアンパンマン。アンパンマンと同じ形はどこにあるかな。ん、待てよ。あ、あった、ここだ。よし、はめてみよう。それ。お、はまったよ。正解だったね。よし、扉を開けてみよう。それ。あ、ここにもアニアの動物コレクションだ。何の動物が入ってるかな。この動物は何かな。わかるかな。正解はタヌキ。
次のピースはどれにしようかな。よし、これだ。これはジャムおじさん。ジャムおじさんと同じ形はどこにあるかな。扉のところにはなさそうだね。よし、上の方を見てみよう。こっちにはあるかな。あ、待てよ、これかな。よし、はめてみよう。お、はまった。何が入ってるかな。それ。あ、これもアニアの動物コレクションだ。次はどんな動物が入ってるかな。よし、開けてみよう。何かな。じゃーん。これは何の動物かわかるかな。正解はウサギ。どんどんやっていくよ。次はこれだ。これはバイキンマン。バイキンマンと同じ形はどこにあるかな。あ、あった、ここだ。それ。よし、扉開けてみよう。あ、これはアニアだ。何の動物かな。開けてみるよ。この動物は何かわかるかな？正解はレッサーパンダ。次はこれ。これはカレーパンマン。カレーパンマンと同じ形はどこにあるかな？お、あったよ。よいしょ、扉開けるよ。じゃーん。お、アニア。次はどんな動物かな。この動物は何かな。みんなわかるかな。正解はキツネ。次はどっちにしようかな。よし、これ、ドキンちゃん。ドキンちゃんと同じ形はどこにあるかな。あ、あった。ドキンちゃんの形はハートだね。はまるかな。それ。お、はまったよ。この扉にもアニアが入ってるかな。それ。お、入ってたよ。次はどんな動物かな。開けてみよう。この動物は何かな。みんなわかるかな。この動物は犬の柴犬。最後のピースは食パンマン。食パンマンと同じ形はどこにあるかな。あ、あった、これかな。それ。この扉もアニアが入ってるかな。お、入ってた。何の動物が入ってるかな。ん？この動物は何だろう？みんなわかるかな？正解はハリネズミ。みんないくつ動物の名前が言えたかな？みんなも遊んでみてね。プールに遊びに来たよ。よーし、早速入るよ。せーの、ジャポーン。あれれ、
プールの中に何かあるみたい。何があるのかな。これはカレーパンマンだ。他にもあるかな。これは、あ、カレーパンマンの体。あ、これはパズルだ。よーし、完成させよう。体と顔を、よいしょ、できたー。プールの中にまだパズルあるかな。よし、探してみよう。あるかな。あ、あった。これは誰かな。他には、あ、あった。他には、あ、あった。こっちの方には、お、あったよ。上手にできるかな。まずは顔と、顔、この顔は食パンマン。体はどうかな。お、できた。食パンマンのパズルがプールに隠れてたんだね。まだパズルあるかな。あ、あった。これは誰の足かな。他には、あったよ。あ、これはメロンパンナちゃんだ。他には、あった。これは体。上手にできるかな。顔、体、足、これはメロンパンナちゃん。まだあるかな。お、あった。これはダキンちゃんだ。他には、お、あったあった。これはドキンちゃんの体かな。上手にできるかな。ドキンちゃんの顔、体、お、上手にできた。まだパズルありそうだね。どこにあるかな。ここかな。あ、あったよ。これは誰かな。こっちは、あ、あったあった。これは誰の足かな。こっちの方にもあった。あ、これはコキンちゃん。コキンちゃんのパズル上手にできるかな。コキンちゃんの顔、これは足、これは体、こうかな。違うな。あ、こっちだ。じゃーん、コキンちゃんできたよ。他にもパズルあるかな。お、あった。あれれ、これは誰。これは、あった。あれ、これは誰の足かな。こっちの方にもあったよ。あれ、顔が半分だけ。あった。あれれ、顔が半分だ。これは一体誰かな。よーし、頑張るぞ。まずは顔の半分と顔の半分をくっつけて、あ、この顔はバイキンマンだ。バイキンマンの、これは体かな。こっちかな。あ、こっちかな。見て見て、バイキンマンのパズルができたよ。パズルまだあるかな。あれ、アンパンマン何してるの。あ、バイキンマン
あのね、プールにパズルが隠れてるな。え、パズル？俺様やりたいよ。じゃあ、次はバイキンマンがやってみて。オッケー。パズルどこかな？この辺りにありそうだな。お、あったぞ。他には、ここにもあった。こっちは、あった。ここにもあったぞ。こっちの方にもありそうだな。あった。これは、お、見つけたぞ。他にもあるかな。お、あった。ここにもあったぞ。もうないかな。お、あった。わあ、バイキンマン、こんなにたくさん見つけたの？うん、俺様こんなにたくさん見つけたんだ。じゃあパズルの完成、頑張ってね。うん、頑張るよ。まずは顔を。あれ、アンパンマンの顔が2つもあるぞ。あれ、これは顔が半分。うわー、難しそうだな。よし、ゆっくりやっていこう。顔を置いて、次はこれ。お、顔見つけた。ここに置いて、次に体は、あった。体はどこだ。ここかな。何かが違うぞ。こっち、うん、これも違う。これだ。よし、完成。あれれ、違うな。こっち、こっちもなんか違うな。あ、わかった。こっちだ。お、完成した。次は、これ。これはなんだ？ここかな？これは、ここかな？よし、完成だ。あれ、バイキンマン、なんか違うよ。え、そう？難しいんだよね。じゃあ、僕がやってあげるね。こっちの体はここで、足はここ。こっちがこうするんだよ。うわ、すごいな、アンパンマン。そうかな？パズルって難しいけど面白いね。うん、面白いね。俺様、違うパズルもやってみたいな。あ、それならこっちにあるよ。手探りボックスの中に何か入ってるよ。何が入ってるのかな。みんなで撮ってみるよ。最初は僕から。何かな。お、これにしようかな。緑の卵が出てきたね。中にも何か入ってるみたいだよ。開けてみるよ。パカ。あれ、これってアンパンマンだ。わー、僕だ。かわいい。次はホーキンちゃんがやるよ。何が入ってるのかな。あ、これにしよう。紫の卵が出てきたよ。何が入ってるかな。開けるよ。パカ。あれ、これってダダンなんだ。わーいわーい、やったやった。次はメロンパンナがやるわ。何が出てくるかしら、楽しみだわ。あ、たくさんあるわね。どれにしようかな。あ、これにしよう。お、中がちょっと見えるね。何かな、開けるよ。パパ。あ、これはコキンちゃんだ。かわいい。やった。次はドキンちゃんがやるわ。
何が出てくるかしら。あ、これにしましょう。ピンクの卵が出てきたわ。何か入ってるみたい。開けるわよ。あれ、これって天丼マンじゃない。わー、キーホルダーにもなるわね。顔も動かせるし、手も動かせるわ。わー、かわいい。次は赤ちゃんマンがやるでちゅ。何が出てくるかな。これにしまちょう。オレンジの卵が出てきたでちゅ。何が入ってるかな。パカ。あれ、これは誰でちゅか。みんなはわかりますか。これは鉄火のマキちゃんでちゅね。かわいいな。次は私がやります。何が出てくるんでしょう。楽しみですね。あれ、どっちにしようかな。よし、こっちにしよう。黄色い卵が出てきました。何か入ってますね。開けてみましょう。パカ。あれ、これはバイキンマンですね。バイキンマンが出てきましたよ。小さなバイキンマン、かわいいです。最後は俺様がやるぞ。何かな。お、青い卵だ。何かな。何か入ってるみたいだぞ。パカ。お、この後ろ姿は誰かな。みんなはわかるかな。せーの、それ。わかったかな。これはカバオくんだ。わーい、カバオくん出たぞ。手探りボックスに入ってたのはブラックラボスイングだったんだね。どれもかわいいね。また遊ぼうね。バイバーイ。ねえねえ、みんなでブロックラボで遊んでみようよ。いいね。やったやった。あれれ、こんなところにコーラのペットボトルがあるよ。カラフルな色だな。どんな味かな。よし、飲んでみよう。どれから飲もうかな。よし、食パンマンの青色から飲もう。コップに注いでいくよ。蓋を取って、よし、入れていくよ。わあ、おいしそうだね。いただきまーす。あれ、何か入ってるみたい。これは何だろう。よし、取ってみるよ。あ、あったあった。これはコキンちゃんだ。いただきまーす。あれ、まだあるみたい。何かな。これはバタコさんだ。これって飲み物じゃないのかな。よし、他の色も見てみよう。次は何色にしようかな。あ、バイキンマンの紫にしよう。蓋を取って注いでいくよ。わあ、紫も綺麗な色だね。何か入ってるかな。あ、何かあるみたい。何かな。あ、あったあった。これはダダンダンだ。他にはあるかな。あ、見つけたよ。これはバイキンマン。他にはあるかな。あれ、何かあった。これはあ、バイキンマンの赤ちゃんだ。かわいいね。次はアンパンマンの赤色にしよう。蓋を取って注いでいくよ。あー、赤色も綺麗だね。何か入ってるかな。あ、何か入ってるみたい。何があるかな。
あ、見つけた。これは SL マンだ。他には、あ、何かあったよ。これは何かな。ん、あ、これはリンゴちゃんかな。かわいい。次はドキンちゃんの黄色のペットボトルにしよう。何が入ってるのかな。あー、黄色、綺麗な色だね。何があるかな。あ、何かあるよ。なんだろうこれ。何かな。あ、見つけた。これはクリームパンダちゃん。他には、あ、なんだろうこれ。ここにあった。これはカレーパンダだ。最後はメロンパンダちゃんのオレンジ。何が入ってるかな。オレンジも綺麗だね。何かな。あ、あったあった。これはドキンちゃん。他には、あ、あった。これはカバオくん。他には、あったあった。これは焼きそばパンマンだ。カラフルなコーラのペットボトルにはおもちゃが入ってたよ。また遊ぼうね。バイバーイ。ジャムおじさんにこんなにたくさんペロペロキャンディーをもらったよ。一人じゃ食べきれないからみんなにもあげようっと。あ、みんないたいた。あら、アンパンマン、こんにちは、こんにちは。あのね、ジャムおじさんからこんなにたくさんペロペロキャンディーもらったよ。うわー、本当にたくさんだ。みんなにもあげようと思って。どれがいい。お、今日のおやつはこれで決まり。俺様はどれにしようかな。やっぱり俺様のペロペロキャンディーがいいかな。私はどうしようかな。アンパンマンのペロペロキャンディ美味しそうだわ。あ、そうだ、いいこと考えた。え、なになに。ペロペロキャンディの味はガラガラで決めることにするよ。メロンパンナちゃん、バイキンマン、アンパンマン、ドキンちゃん、コキンちゃん、赤ちゃんマン、カレーパンマン。最初に回すのは誰がやる？はーい、ドキンちゃんがやります。ドキンちゃんはコキンちゃんのラムネ味がいいな。さあ、回すわよ。お、緑、これはメロンパンナちゃん。ドキンちゃんはメロンパンナちゃんが出たね。じゃあ、はい、ペロペロキャンディ、メロンパンナちゃんの白ぶどう味。あ、やったー、これも好きなのよね。次はコキンちゃんがやるよ。コキンちゃんは赤ちゃんマンの桃味がいいな。回すよ。お、これは紫。紫はバイキンマン。コキンちゃんはバイキンマンが出たね。はい、どうぞ。バイキンマンのぶどう味。ありがとう、アンパンマン。次はメロンパンナがやるわ。アンパンマンのみかん味が出るといいな。お、これは赤。アンパンマン。メロンパンナちゃんはアンパンマンが出たよ。はい、アンパンマンのみかん味。
わーい、ありがとうアンパンマン。次は赤ちゃんマンがやるでちゅ。赤ちゃんマンはカレーパンマンのリンゴ味がいいでちゅ。いきますよ。お、これは青。青はコキンちゃん。赤ちゃんマンはコキンちゃんのラムネ味。はい、どうぞ。ありがとうでちゅ。次は誰が回す？俺様は最後でいいよ。おいらも最後でいいよ。じゃあ僕が先にやるね。僕は何がいいかな。あ、ドキンちゃんのいちご味がいいな。回すよ。茶色。茶色はカレーパンマン。カレーパンマンはリンゴ味。次はカレーパンマン、バイキンマン、どっちが回す？俺様は最後でいいからカレーパンマンが回してよ。オイラも最後がいいよ。どうしよう、俺様最後がいいよ。オイラも最後がいいよ。困ったな、アンパンマン。二人とも最後がいいの？どうして？俺様、だって何の味でも俺様ペロペロキャンディーが好きだからだよ。オイラだって。じゃあ僕が回してあげようか。あ、それがいいね。頼んだよアンパンマン。カレーパンマンとバイキンマンの分を僕が回すことになったよ。最初はバイキンマンの分。ピンクの赤ちゃんマン。次はカレーパンマンの分。オレンジのドキンちゃん。はい、バイキンマンは赤ちゃんマンの桃味。カレーパンマンはドキンちゃんのいちご味。ありがとうアンパンマン。ありがとうアンパンマン。みんなで仲良く食べよう。また遊ぼうね。バイバイ。アンパンマン。あ、バイキンマン。ねえ、聞いた聞いた。え、何？宝の話だよ。宝？洞窟に宝があるんだって。誰もまだ見つけてないんだって。え、そうなの？ねえ、探しに行こうよ。あ、いいね、行こう行こう。見つかるといいね。ぐしししし。え？うん、なんでもないよ。行こう。どこにあるのかな。洞窟に行ってみよう。うん。あ、ここが怪しいね。うん、ちょっと怪しいね。宝あるかな。探してみよう。うん、じゃあ僕は向こう探すよ。じゃあ俺様はこっち。見つけたら教えてね。うん、わかった。これ何かな。あ、上に来たよ。あ、滝だ。わ、冷たい。宝どこにあるのかな。どこにあるのかな。お、この中が怪しいな。ちょっと見てみよう。うわあ、何かいたぞ。なんだ。もう一回見てみよう。うわあ、わ、カバ？カバか。あー、びっくりした。ちょっとごめんね。ここにはなさそうだな。カバさん、宝知ってる？ねえねえ、知ってる？知らないのか。まあいい、次こっち探してみよう。どこにもないな。本当に宝あるのかな。まあ、これなんだろう。
どうなっているんだ。びっくりした。巨大クモだ。怖いね。何もしないから襲わないでね。ねえねえ、宝知ってる？知らないのか。どこにあるのかな。あ、行っちゃった。あー、怖かった。これ何かな。何かの骨かな。怖い。アンパンマン、宝見つけたかな。アンパンマン、アンパンマン。あ、バイキンマンが呼んでる。バイキンマン、どうしたの。宝見つかった。まだだよ。バイキンマンは。俺様もまだだよ。ねえねえバイキンマン、もしかして仕掛けがあるんじゃない。仕掛け？うん、簡単には宝は見つからないよね。そうだけど、どういう仕掛けかな。わかんないけど、仕掛けを探して宝を見つけた方がいいと思うんだ。あ、そっか。ちょっと来て。うん、わかった。え、どうしたの？ねえ、これ見てよ。あ、なんだろう。なんか怪しいよね。うん、仕掛けがあるのかな。僕もね、なんか怪しいところ見つけたんだ。え、そうなの？うん、だから仕掛けがあるのかと思って。何かな。バイキンマン、どうしたの。ここが怪しいと思うんだ。何そこ。僕さっきここ乗ったら上に上がれたんだよ。そうなの、すごいね。うん、ここが怪しいからここ行ってみようよ。分けてよ。なんか怖そうだな。ね、本当だ、すごいね。これ楽しいな。面白いよね。アンパンマン、まだ上に行けるよ。あ、本当だ。行ってみよう、バイキンマン。うん。わあ、大きな石があるね。うん。あ、なんだろうこのボタン。バイキンマン、ここにボタンがあるんだけど。ボタン？押してみてよ、アンパンマン。うん、じゃあ押してみるね。このボタンを、よいしょ。あー、バイキンマン、大丈夫？ててあ、やっぱり仕掛けがあるんだ。アンパンマン、助けて。バイキンマン、大丈夫？うん、捕まっちゃった。アンパンマン、助けてよ。うん、今助けるね。いてあれ、どうやったら取れるのかな。アンパンマン、これもしかして罠じゃない。罠？うん、俺様誰かに食べられちゃうのかな。そんな怖い。怖いな。ねえ、バイキンマン、何か落としない？ほら。アンパンマン、早く助けてよ。どうやって？わあ！アンパンマン、どうしたの？大きなワニと大きなヘビがいるんだよ。ちょっと、俺様食べられちゃうの？どうしよう。アンパンマン、助けて。どうしたらいいの？どうしよう、どうしよう。あ、そうだ、仕掛けを使って倒したらいいんだ。ちょっと待っててね、バイキンマン。アンパンマン、どこ行くの？
するかわかんないけど、一か八かでやってみよう。せーの、はい。あ、いてててててて、て、あれ、ビビが今度は捕まっちゃった。あ、石がワニの頭に。あれ、俺様無事だ。やったー、やったー。バイキンマン大丈夫？アンパンマン、俺様無事だよ。食べられなかったよ。よかった、怖かった。巨大ワニの向こうに何か宝みたいなのあるね。ほんとだ、宝かな。取りに行こうよ。もうやだよ、怖いもん。じゃあ僕一人で行ってくるよ。置いてかないでよ。じゃあ一緒に行こうよ。怖いよ。大丈夫だよ。行こう行こう、バイキンマン、早く行こう。怖いよ、怖いよ。何が入ってるのかな。あ、バイキンマン見て見て、お宝たくさんだよ、バイキンマン。大丈夫だよ。本当？本当だよ。あ、本当だ、宝だ、宝だ、宝だ。あ、しまっちゃった。アンパンマン、助けて。もう、バイキンマン。よかった、宝も見つかって。また遊ぼうね、バイバイ。今助けるよ。ありがとう、アンパンマン。わー、いてくれる。わ、また閉まっちゃったの。もうこのまま持って帰るよ。出してよ。一等出るかな。これは一等ですか。これは一等じゃないですね。おもちゃになります。おもちゃか。はい、コキンちゃん、おもちゃのチーズです。チーズか、ありがとうございます。また来てね。はーい、次の方どうぞ。あれれ、あれはなんだ。俺様もやってみたいな。よし、並ぼう。一等出るといいな。これは何等ですか。これはアメちゃんになります。はい、どうぞ。ありがとう、また来てね。はーい、次の方どうぞ。はいはいはい、次は俺様の番だぞ。これって何がもらえるんですか。アンパンマンが出たら一等のジュース飲み比べセットになります。美味しそうだな。よし、一等を狙おう。いくぞ。はーい。わー、すごいですね。アンパンマンの一等賞です。やったー、おめでとうございます。一等賞のジュース伸び比べセットです。わー、こんなにジュースがある。やったやった、ドキンちゃんと一緒に飲もう。ただいま、ドキンちゃん、ドキンちゃん。なに、バイキンマン、おかえり。俺様、一等賞当たったんだ。一等賞？なんの？福引きだよ。すごいじゃない。景品はなに？それが、ジュース飲み比べセット当たったんだ。ジュース？だから一緒に飲もうよ。いいわね、バイキンマン、すごいわ。さ、早速俺様準備してくるね。うん、ありがとう。何のジュースかしら、楽しみ。ドキンちゃん、何のジュースから飲む？いちごれ、ヨーグルジョイ、ぶどうとりんご、りんごジュース、野菜とりんご、いきいき、どれがいい？わー、こんなにたくさん、どれにしようかな。じゃあ、いちごおれから飲みましょう。うん、そうしよう。いちごおれをコップの中に入れるぞー。
はい、ドキンちゃん、いただきます。コク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 、あ、おいしいわ。バイキンマンも飲んでみて。いただきます。コク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 、おいしいね。うん、おいしいわ。次のジュースはヨーグルジョイ。コップの中に入れるぞ。はい、どうぞ。いただきます。コク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 、これもおいしいわ。じゃあ俺様もコク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 、おいしいな。さっきのもおいしいけど、このジュースもおいしいね。コク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 、次のジュースはブドウとリンゴ。はい、どうぞ。ありがとう、いただきます。コク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 、あー、これもおいしい。俺様もコク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 、おいしいな。コク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 、次のジュースはリンゴジュース。はい、どうぞ。いただきます。コク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 、やっぱりリンゴジュースおいしいわ。いただきます。コク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 、俺様リンゴジュース大好き。コク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 、次のジュースは野菜とリンゴ。はい、いただきます。コク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 。野菜嫌いもこれなら飲めるわね。コク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 。俺様野菜嫌いだけど、コク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 。おいしい。最後のジュースはイキイキ。はい、どうぞ。いただきます。コク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 、おいしい。コク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 、おいしいな。ドキンちゃん、どのジュースが一番おいしかった？そうね、どれもおいしくて選べないわ。バイキンマンは？俺様も選べない。どれもおいしいジュース、当たってよかったね。ありがとう、バイキンマン。あ、喜んでくれてよかった。また遊ぼうね。バイバイキー。ごく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 。やっぱり美味しい。ピーポー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 。よし、今日はここでお医者さんごっこをしよう。オープン。初期お医者さんごっこ、元気100倍、アンパンマン病院。よし、病院の準備をしよう。ベッドはここに置いて、患者さん来ないかな。あ、患者さんだ。ドキンちゃん、今日はどうしましたか？ちょっと風邪ひいちゃって。診察券はありますか？はい、診察券をここに入れるよ。受付のドキンナース。じゃあベッドに横になってください。はーい、ルーレットスタート。ドキ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 。お薬ですね。ドキンちゃん、お薬を飲みましょう。え、苦いお薬ですか？いいえ、甘いですよ。はい、どうぞ。コクコクコク。あ、甘いわ。コク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 。はい、上手に飲みましたね。お大事にどうぞ。ありがとう。次の方、どうぞ。はーい、今日はどうしましたか？ちょっと頭が痛いんです。診察券はありますか？はい、診察券をここに入れるよ。じゃあベッドに横になってください。はーい、ルーレットスタート。診察します。調
振器。聴診器をしますね。先生、どうですか？あれ？体温計をお願いします。早く元気になりますように。注射器をお願いします。先生、どうですか？大丈夫ですね。そうですか、先生。はい、ちょっと寝てれば良くなりますよ。ありがとうございます。お大事に。お父さん、お願いします。今日はどうしましたか？お腹が少し痛くて。そうですか。診察券はありますか？はい。診察券をここに入れるよ。では、ベッドに横になってください。はーい。お願いします。ルーレット、スタート。ベッドに座ってください。体温計。体温を測るので座ってください。はーい。ちゃんと測れたかな？よかった。パトロールに行ってきます。先生、どうですか？お熱はないみたいですね。じゃあお薬を出しますね。はい、お願いします。お薬はこれになります。わー、たくさんある。あー、でもお薬かわいいですね。そうです。ちゃんと飲んでくださいね。お大事に。ありがとう先生。今日もみんなを元気にしたよ。また遊ぼうね。バイバーイ。みんなも遊んでみてね。今日は SL マンがお荷物を持ってきてくれるよ。何のお荷物かな？楽しみだな。まだかな？パッパー。あ、来た来た。パッパー。パッパー。キキー。SL マン、待ってたよ。お待たせアンパンマン。お荷物持ってきたよ。何のお荷物かな？あ、これはバスボールだ。いろんなバスボールを持ってきたよ。遊んでみてね。うん、遊んでみよう。よし、全部混ぜてみよう。お湯を入れるよ。よーし、最初のバスボールはどれにしようかな。これにしよう。このバスボールはキティちゃんのバスボールだ。中はピンクだね。よし、入れちゃうよ。せーの、それ。わあ、シュワシュワしてきた。次はこのバスボール。これはトイストーリーだ。これは青、入れちゃうよ。それ。わー、色が混ざってきたね。お、こぼれそう。次のバスボールはじゃーん、これはアンパンマンのバスボール。赤がアンパンマン、入れちゃうよ。それ。次のバスボールはじゃーん、ドラえもんのバスボール。ドラえもんの形をしてるよ。せーの、それ。最後のバスボールはじゃーん、ミッキーのバスボール。これは青色してるね。これも入れちゃおう。溢れちゃうかな。いくよー。それー。わー、すごーい。混ぜてみよう。わー、青色になったね。おもちゃは出てきたかな。
もうちょっとだね。あれ、これはカプセルだ。この中におもちゃが入ってるのかな。開けてみよう。あ、これはキティちゃんだ。フォークとスプーンが入ってるよ。他のおもちゃは？あ、もう一つカプセルがあったよ。このおもちゃは何かな？あ、バズのスーパーボールが出てきたよ。他のおもちゃはあるかな？あ、あった。これはミッキーだ。かわいい。他には、あ、あったあった。これは何かな？あ、これはアンパンマンだ。赤ちゃんだね。かわいい。他には、あ、あったよ。これはまだわからないね。よし、もうちょっとやっとこう。そろそろわかるかな。これはなんだろう。じゃーん、これはドラえもんだったよ。かっこいい。ありがとう、エセルは。とっても楽しかったよ。よかった。じゃあまたね。またね。ポッポー。やっぱバスボールって面白いな。みんなも遊んでみてね。また遊ぼう。バイバーイ。